久保今、ん、今闇金ドックス4、次が5ですね、はい。これ4はね、あの、元ヤクザの人が出てくるんですけど、大変ですね、うん。やっぱ、元ヤクザだと、敵に入って働くっのは大変ですね、うんな。まあ、あの、なんだろうな。その、 いろんな世界があるんで。うん。で、いろんな世界、えー、まあ今ね、ロシアでもう始まったと思うんですけど、まあ平和は正しいかもしれないけども、食うか、殺されるか殺されないかっていう戦場で、平和が大切では通じないですよね。うん。逆に言えますかと。 撃たなきゃ撃たれる、その時に平和と言えるのか、人を説得できるのか、銃を突きつけられて、戦争は良くないって言えるのか、難しいですね、これは哲学ですけど、もう。うん。だから人それぞれの考え方、人それぞれの生き方があるので、まあ、少なくても今できることをやればいいと思いますね、今できることを。 まあ今したいことだったら今できることをやればいいと思いますしまあ少なくても、まあ、今日本に戦争は今現状としてないですしあ平和なんで、うん、やれるわけじゃないですかやろうと思えば同じ同じ地球に生まれたんだけども今ねドンパチしてるところもあるわけじゃないですか、うんまあ、そう考えるとね うんなんか、もったいないなと思いますね、僕は。んなんか、ね、億万長者合宿、こう、終わってからもう4年ぐらい経ちますけど、もったいないなと思いますね。結局、久保さんと僕が、億万長者になっていくっていうね、オチになら、なってほしくはないですよね。まあ、なってほしくない部分もあるんで続けてますけどね。うん、やれよっていうのをね。 うん、まあ別にねそこに参加してない人は別にいいんですけどねさん金払ってねわざわざあの泊まりで来てね何しに来たんだと、うん、何,を学ん何を学んだんだというとこですよねい、うん、ってらっしゃい